長丹は中国ハルビン出身の女性元フィギュアスケートペア選手。2006年トリノオリンピックペア銀メダリスト。パートナーは長広司。コーチは洋浜。2016年7月25日に結婚。8月29日に第一子となる女児が誕生。グランプリファイナル中国のスケート競技のメッカ、ハルビンで生まれた。この町からは新雪、長広司。 高生、刀剣というように数々の優秀な選手が次々と現れているが、長短もその中の一人であった。スケートを始めたのは1992年で、以来、名門のハルビンスケートクラブに所属している。スケートを始めたきっかけは、母親の言いつけであった。1997年には12歳で、女子シングルの中国ジュニア女王になる。その翌年、 シングルより多彩な技が使えるからという理由でペアに転向。パートナーは最初から超広しである。1999から2000シーズンより ISU ジュニアグランプリに参戦。このシーズンは ISU ジュニアグランプリの SBC 杯で優勝、JGP モントリオール杯で準優勝、JGP ファイナル5位、世界ジュニア選手権5位、中国選手権2位という成績を残した。 2000から2001シーズンは JGP 中国、JGP ピルエッテン、JGP ファイナル、世界ジュニア選手権のすべてで優勝し、ジュニアクラスのタイトルを総なめにした。2000年の世界ジュニア選手権では、史上初めて ISU に公式に認定された4回転ツイストリフトを成功させている。2001から2002シーズンの ISU ジュニアグランプリシリーズも全勝。 ニアクラスの ISU チャンピオンシップスにも3戦い2002年4大陸選手権3位、2002年世界選手権9位、ソルトレークシティオリンピック11位など、早くも日の木舞台を経験した。この時の世界選手権で今度はシニアクラスでも4回転ツイストリフトに成功する。オリンピックのショートプログラムではダイナミックな技の連続でスタンディングオベーションを受けた。 2002から2003シーズンからは ISU グランプリシリーズに参戦した。表彰台に上ることはなかったが、中国選手権では優勝している。2003から2004シーズンには ISU グランプリシリーズはエリック・ボンパール杯で優勝、スケートアメリカとロシア杯で3位、グランプリファイナルにも出場したが6位に終わった。2004から2005シーズンには世界選手権3位にまで到達し、 新雪キ超広志博組に肉白する。この2シーズンでの彼らの演技の進歩は著しいものであり、同様に力をつけた同門の法政東剣組と共にペア競技に中国の時代が到来したことを感じさせた。2005から2006シーズンの鳥のオリンピックでは優勝候補だった新雪キ超広志博組の超広志博が、 アキレス腱断裂の大怪我を負ったため、中国の一番手として大会に挑んだ。SP で2位につけた2人は、FS において4年前に、新雪超広志博組が挑んで果たせなかった4回転スロー、ジャンプに挑戦した。しかし、超丹は着氷時に転倒し、左膝に負傷,負傷を負い、演技は一時中断された。もはや演技続行は、不可能かと思われたが、 長短は演技続行を選び、負傷後のパートで、サイドバイサイドの2回転アクセル3、回転トーループという女子シングルのトップ選手でも、難しいコンビネーションジャンプを成功させ、銀メダルを獲得した。さらにチームは、翌月の世界選手権にも出場。こちらでも2位に入り彼らが、今や、世界のトップチームの一角であることを、満点下に示したのだった。 2006から2007シーズンのグランプリファイナルでは3位に入賞するも表彰式を欠席した。長短は大会中体調が思わしくなく大会後検査入院を受けた。万全でない状態で出場した世界選手権の SP ではミスが響き10位と大幅に出遅れ FS でも振るわない演技で4位、総合5位でシーズンを終えた。2007から2008シーズンも 長短の体調は万全ではないものの ISU グランプリシリーズではエリック・ボンパール杯、ロシア杯ともに1位。しかしグランプリファイナル4大陸選手権では共に2位に終わる。4大陸選手権終了後手術を受け世界選手権に出場。SP では43.5点というすさまじい技術点を叩き出し1位につけたが FS ではミスが目立ち総合2位に終わった。 2008から2009シーズンも ISU グランプリシリーズで2連勝を果たすも、グランプリファイナル4大陸選手権では優勝をすることはできず、世界選手権も2年連続の銀メダルとなった。2009から2010シーズンは中国杯で2位、スケートアメリカで3位と振るわず、グランプリファイナルでは最下位の6位に沈んだ。SP の曲を2シーズン前のものに戻し、 FS の衣装を変更して臨んだ4、大陸選手権では優勝したものの2大会連続のメダルを狙ったバンクーバーオリンピックでは5位に終わる。翌月の世界選手権では SP、FS どもにミスの少ない演技を見せ、FS ではパーソナルベストを更新し、技術点ではトップだったものの演技構成点でタグミに差をつけられ、こちらも総合5位に終わり苦しいシーズンとなった。 2010から2011シーズンは、シーズンイン直前、新しいリフトの練習中に、超広が中指を粉砕骨折したため全試合を欠場した。2011から2012シーズンに復帰して、ISU グランプリシリーズ2戦で2位に入り、グランプリファイナルへ出場し4位となった。もともと、フィギュアスケートの女性選手としては高身長であったが、20代半ばを、 過ぎても、さらに身長が伸び続け、ペアスケーティングの女性として、過去に、例のない169.5センチメートルにまで達した。長広氏は大柄な長短を持ち上げるため見事に、ビルドアップされていたが、さすがにバランスが取りにくくなったためペアの解散と、競技生活からの引退も表明した。引退後は、北京体育大学での勉強を予定している。4回転ツイストリフトや、 スロージャンプなど、洋浜門下に共通するダイナミックな演技が持ち味である。身長は169.5センチとペア競技では異例なまでに高いが体型は極めて細い。フリースケーティングでのコンビネーションジャンプでは2アクセルプラス3トーループを飛ぶ。コンビネーションジャンプのセカンドジャンプで3回転のジャンプを飛ぶのは2015年スケートアメリカでクセニアストールボア。 ヒョードルクリムフグミが3等ループプラス3等ループプラス2等ループを飛ぶまで、超単と超広しのペアのみだった。ザ・ハングス・パートウェイズ中国では、全国選手権として複数の大会が行われている。ここでは、国内順位として、国際スケート連盟に報告された大会の結果を記載している。08から09シーズンは、複数の大会結果を総合して付けられた。 国内順位が報告されたため、総合順位をつける際に、最も比重の高かった大会の結果を記載している。2004スケートアメリカ、ペアズハイライツ2003トロフラリークハイライツ2003ワールドジュニアフィギュアスケーティングチャンピオンシップス、ペアズハイライツ。ありがとうございます。